これから金曜三元小島ゼミの紹介を始めます。この動画でご紹介することは以下の3点です。最初に例年のゼミ活動の流れを紹介します。年間通して事業期間内のゼミで行うのが、このチームビルディング、ワールドリテラシー、プレゼンリテラシーの3つです。チームビルディングはゲームでゼミ性の中を深めるもの、ワールドリテラシーはゼミまでに読んだ新聞の気になった記事を紹介し自分の考えを述べるもの、プレゼンリテラシーは指定されたテーマについて自分の考えをプレゼンテーションするものです。これに加えて春学期の前半は主に文献購読を行います。テキストを読んでグループごとに分かれて内容を議論し、資料を作成して発表します。こちらが実際に作成した資料です。本の章の内容をまとめ、読んでいる途中で抱いた疑問に対する調査結果なども記載します。春学期の後半ではファーストプレゼンを行います。ゼミでの自分の研究テーマを決め、それに関する問いを立てて論文の構成を練ります。この論文は4年生で卒業論文として完成させます。夏季休業期間中はゼミとして長年交流を続けている長野県飯山市の方々と地域づくりについて話し合いをしたり、地元の農業、産業、工芸活動を見学させていただく合宿を行っています。しかし今年はコロナウイルス感染拡大防止のために現地に行かず、 Zoom を使って飯山市や長野県を中心に活動する方々の活動内容を伺うフォーラムを開催しました。では次に秋学期の流れを説明します。秋学期の前半では小島ゼミの1年間の集大成としてコジラボジャーナルを作成します。昨年は飯山市やミニ FS などで関わった場所の持続可能な発展を目指すために6つのアジェンダを発足しました。これら6つが連携を取りながら活動していきます。そして秋学期の後半ではファイナルプレゼンを行います。春学期の後半で行ったファーストプレゼンを受けて指摘されたことや、1年間研究してきたことを踏まえ、図にまとめ論文の構成内容を発表します。以上で例年の流れの紹介を終わります。続いてミニ FS と環境教育について紹介します。まずはミニ FS について紹介します。昨年度1回目は巣鴨商店街を訪れました。巣鴨商店街はおばあちゃんの原宿と呼ばれており、なぜこれほど高齢者から愛されているのか、そして商店街の持続可能性とは何かということを考えました。続いて2回目は千葉県野田市の清水公園を訪れました。清水公園はキッコーマンの関連企業が運営しており、野田市もキッコーマンの企業城下町として栄えてきました。このミニ FS では企業城下町としての野田市の歴史と CSR の視点から企業運営の公園について考えました。続いて環境教育です。小島ゼミでは NPO 法人とどろき水辺主催の水辺の学校に学生スタッフとして神奈川県川崎市の多摩川河川敷で行われる自然体験のサポートを行っています。主な活動内容として三校合同干潟観察会、カヌー教室、マルコの私祭りの3つに学生スタッフとして参加し運営のサポートを行っています。ミニ FS では春学期の文献購読や個人研究を通じて得た知識をもとにフィールドを訪れ分析します。そして環境教育活動では現場で活動することで NPO という市民主体の活動における課題や可能性について考えます。両方とも休日を使ってフィールドに訪れます。実際に現地を訪れるためいつも以上の発見ができるのではないかと思います。以上でミニ FS と環境教育の紹介を終わります。今年度の秋からは縦割りの班に分かれてプロジェクトごとに新たな活動を行っています。ゼミ生と外部の団体が共同して課題解決を進めることが目的で、現在5つのプロジェクトが動いています。詳細についてはオープンゼミでお話しします。少しでも小島ゼミに興味を持ってくださった方はぜひご応募お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。